遠くに連なる山々、青空も見えています。さあ、この蔵王エコーライン、風は吹いているんですが、それほど寒くはありません。さあ、この私の身長153センチを3倍、いや4倍ぐらいありますかね、雪の壁がお目見えです。蔵王町と山形県を結ぶ蔵王エコーライン、今年も開通に向けた除雪を行い、期間限定で雪の回廊を歩くことができます。今日は東京に加え台湾からもツアー客が訪れ、標高1500メートル付近まで往復2キロのコースを1時間ほどかけて散策しました。気持ちいいです。冷たい、これは初めてね、うん、素晴らしい、感激してます。めちゃくちゃいいです。すごい感動。あとすごい空気がきれいなのでね、もうすごい息が吸えるっていうのがすごい清々しくて、とても嬉しいです。雪の壁見ていかがですか？你看了这个雪墙有什么感想？壮观，壮观，壮观，高，高，很好。雪の壁は最も高いところでは 7.6 メートルあるということです。最高積雪地点にやってきました。いやー、もう雪の壁すごい高いです。迫力があります。そしてこちらでは蔵王様もお出迎えしてくれています。蔵王ならではのおもてなしも楽しめる雪の壁ウォーク、旅行会社のツアーに申し込んだ人を対象に今月10日まで行われます。一方、蔵王エコーラインの開通は今月21日に予定されています。はい、今回歩いたコースがこちらです。はい、大黒天駐車場をスタートし、最高積雪地点の島の沢までの片道およそ1キロ、往復で2キロです。皆さん本当に迫力ある雪の壁を眺めたり、写真を撮ったりして楽しんでいらっしゃいましたね。はい、そうでしたね。この雪の壁ウォークは7年前に始まりましたが、新型コロナなどの影響で3年前と一昨年は中止となりました。今年は台湾や香港などから4日間で570人参加と、外国人観光客はコロナ禍前を上回り過去最多です。アフターコロナでのインバウンドへの期待が高まります。